ははい皆さんこんこにちはバイイイトサズズジャパニーズのレイラです、えー、今日はね私の夜の過ごし方夜のリラックスの仕方かなについて話をしたいと思います皆さんは夜どうやってリラックスするのが好きですか夜のルーティーンとかありますか、うん 夜まで仕事とか勉強してますかどうですかまあ私はまあ夜勉強はしないですね。やっぱり頭がもう疲れているので、えー、本当にもう休みたいし、うん、勉強はできないです。でも、まあ、仕事とかメールを返したりすることはよくあります。 本当はあの、まあ、夜は本当にリラックスだけしたい仕事はしたくないんですがやっぱりメールが気になって見てみたりとか一日に全部できなかったことを夜にやったりとかしていますねこれはこれから本当に変えていきたいですでも基本的にいつもすごくリラックスした夜 を過ごしてます。うん、私の夜のルーティーンは本当にね、うんリラックスです。はい。で、私の夜の過ごし方のポイントは大きいあの白い電気を使わないこと。うん、これですね。はい、これが一番のポイント。あのまあ、私は大きい白い電気が本当に嫌いで。 特に日本はもう本当にどの部屋にも一つ大きい白い電気が天井にあるんですね。あのまあ、オレンジの小さい電気とかそんなんじゃなくて私はその大きい白い電気が嫌いです。特に夜は本当に目に悪いと思うすごく目が疲れるのでいつも あのまあ6時くらいになったらこういう LED のイルミネーションをつけたり本当にちっちゃいランプをたくさんつけてそしてろうそくキャンドルをいつも3つくらいつけてますねはいなのでもし夜私のアパートに来たらまあおしゃれな感じなんか夜のパーティーみたいにイルミネーションがあって。 キャンドルがあってちょっと暗くてみたいな感じですねでもそれをすると私はあの本当にリラックスできるし目が疲れなくていいのでいつもそうしています、うん、で夜ご飯を食べる時もそんな感じですちょっと暗い部屋にキャンドルを置いてご飯を食べますはいでいつもご飯は 手作りですねもちろんなんか最近すごく料理が楽しくて前はそうでもなかったんですけど今はまあ夜ご飯が本当にいつも楽しみで本当にね1時間くらいかけてあの作ってますいつもなんかお皿3つくらい料理作っています。最近は毎日違うレシピ ですねやっぱりいろんなものを食べたいのでいつもちょっと違うものを作っています最近作ったのは水菜という野菜のチヂミチヂミはお好み焼きみたいな感じですうんでもあの餃子のタレソースで食べますねとかワタトゥイとか何だろうチャーハンとか 本当にいつもちょっと違う、うん、レシピで作ってます。うん、それが本当に楽しい時間ですね。もちろん食べる時間も楽しい。うん、本当にたくさんいつも夜を食べるんですけど、この半年で体重が三キロくらい増えましたね。ジャックと、えー、生活を始めて、えー、自分でちゃんと 料理をするようになって私は3キロ増えましたでもジャックはもう7キロくらい痩せたんですね <laughs> いつも私とジャックで同じ量食べるんです全部半分にするから私の方が体は小さいので私の方がもちろん食べてますねはい <laughs> そうそうでご飯を食べて そあとはまあよく時間がある時はね1週間に多分3回くらい見ると思いますね。まあ、夜はあの疲れていることが多いのでコメディーを見たりとかしてリラックスして時々 YouTube で犬とか猫のビデオを見たりしてあとは、まあ、音楽を 聞くこともありますね YouTube でうんそんな感じかな私の夜は本当にもうこれだけ全然プロダクティブじゃないけど本当にリラックスですご飯作ってご飯ゆっくり食べてそして映画を見てなんかそれだけでもう5時間くらい経つんですよね <laughs> うん なんかちょっとやばいなもうちょっと本当はプロダクティブにしたいんですけどやっぱりリラックスする時間も大切ですよねね <laughs> そうですよねはい皆さんは夜はどうしますか夜のルーティーンはありますかうんよかったらあの私みたいに今日の夜は LED とかキャンドルで 過ごしてみてください本当にその方があの気分も落ち着くしねあとはやっぱりスマホとかパソコンはできるだけ見ないようにしますまあ、映画を見るのはしょうがないけどパソコンとかスマホでネットサーフィングとかはできるだけしないようにしますやっぱり目がすごく疲れるのでうん、そうだね で私はいつも11時半くらいに寝て朝7時に起きますね。うん、あとはやっぱりたくさん寝ることも大切ですよね。寝ないと本当に一日疲れて気分も良くないしプロダクティブじゃなくなるしだからもう夜はリラックスすることが仕事みたいな <laughs> 感じですね。はい まあ、よかったら皆さんのね、えー、夜のルーティーン教えてください。じゃあいつもポッドキャスト聞いてくれてありがとうございます。また明日も聞いてください。じゃあ良い一日をバイバイ。